サルゲッチュ3続きやっていきましょう。ワープ装置から次のステージ、水曜スペシャルいきます。お、飛びトンボ来ました。新しい道具だ。これはね便利。はい、これはね行かなくていいっす。分かってるんで、くるくる回してビヨーンと飛べるんですよ。これ、あ、13匹。結構多いな。さあ行きましょう。はい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 。こういう高いところのステージね。飛びトンボが生きるステージをね、作ってくれたと、言わんばかりの感じですけれども、まずは、猿いるね。ウキッチ。どこにおる？あれか。はいはいはい。滝に撃たれてるやつだね。で、これ。こう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 。あ、2とほぼ変わらんくない？一応聞いてみようか。はい。はいはい。了解。はい。だから、ジャンプをしながら、あ、間違えた。ジャンプをしながら飛ぶと。これでね、飛んでいけると。これで、あー待って、カメラ操作がちょっと久しぶりなんでね。こういう感じか。爆弾が、お、ボム兵みたいなやつが、危ない。メカ棒で叩いて、なるほど、ちょうどあそこか。こうだ、ほっ、どうだ、オッケー、よーし。まずこれで一匹でしょ。飛んでいって、危ない。で、二匹目は、こっちか。あ、この上？ストレス社会から逃げてきた、ウッキード。猿紹介おもろいな、なんか。あんま見てなかったけど。上登って、はい。まあ、これ、丸太を使う必要もないんだけど。オッケー。このまま上登っちゃって、ん？どこにおる？あ、ここにおるね。あ、でもこれ、この猿ゲットできない？なんかバナナのアイテムかな？それが必要なのかな？危ない！おーおーおー、マジで？待って。危ない。これ登って、いた。うわ、むず。痛い。くそ。オッケー。ビスケットもらって。で、ジャンプをしながら。いや、むず。今の技を決めないといけないね。いくぞ。こう。これいつ終わる？よし、ナイス。そのまま上に登って、オッケー。ここまで来た。で、丸太登って、叩いてコインゲット。一応もう一回レーダーで確認しようか。このエリア、お、こいつはさ、激しくホームシック。いや、あいつは多分今ゲットできないやつだわ。なので、もう行っちゃいます。あれ？
ああ微妙に高さが足りん。こう。オッケー。うい。絶妙に届いてない。1、2、じゃーん。これで OK だ。OK。さあ、まあ、変身も使えるんで、どっかで使って、あ、変身使ってゲットするのかな？忍者とか。そんな感じするな。叩いて。フラフープでいいんじゃない？これ。フラフープを使う。一旦待って、そのまま行くぞ。あぶね。オッケー。叩いて、うわー、こいつ強いって。一旦ビスケッツ回収からの、ちょっと待ってゲットさせて。うわ、ミサイルか。しかも2匹。よし。そのまま。もう1匹。よし。ナイス。残り9匹。そのまま行っちゃいましょう。で、猿がおる。で、UFO か。うわぁ。これ、めんどくせえな。まあ、これで叩いてもいいんだけど、何回叩けばいい？ 5 回ぐらい。あ、OK、5回。OK。ビスケット2つ、ナイス。よし、じゃあこれで、本当はパチンガーとかでさ、倒すのが綺麗かもしれないけど。まあ、ゴリ押しでね、いけちゃいました。あ、またこれ、映画のワンシーンか？ん？こいつら邪魔だから、倒しといて、で、這いつくばっていこうか。これなら見つからないはずなので。そして、あんまり意味なかった。マジで。ほっ。オッケー。残り6匹。そして、あ、レーダー使おうか。こっちもいる？ん？どこだ？下？あー、なんかまた別の場所かな。したら、そのままこれ押してけばいいかな。もしくは、え？上からなんか降りてくる？もしかして。違うか？一旦、ここにある、コインをもらっといて、これは押すのか。あ、なんか出てくるな。多分なんか出てくるんじゃない？さあどうですか？あー、これで上行けんのね。なるほど。エレベーターが動くんだ。はい。まさに天空の城へ向かうような感じ。本当に天空の城みたいな感じになってる。じゃあこれ一発、ドーンと殴っと。意外に逃げるね。OK。そして。あぶね。こう。なに？え？なぜ？ちょっとそこは。ここだ。よーし。で？まだおるな、なんか。あそこか。エンジェルだ。飛んでる猿がいる。マジか。
うわ、むずー。ちょっと待って。ほっ、いや、くそ。オッケー、空中ゲッチュ。あんま今まで空中ゲッチュなんてなかったよね。で、こいつは、あー、またおるか。あ、なんか呼んでる。ん、なにこれ。あ、あれか。あー。じゃあ、ここは、メラコー忍者、落ちたミラクル忍者使ったら落ちたんだが、まさにミスってしまった。よし、さあこれであと2匹。ただ HP はちょっと少なめなので気をつけたいところ。さあミラクル忍者で行ってもいいんだけど、まあ普通に行こうか。まずはこいつ。痛い、やばい。あ、倒れた。いやー、この猿強かった。まあ結局また復活して残り1機か。油断はできないね。よし、 OK、 ラス1、ラス1になりました。そしたらもうレーダーで探してってかな。あ、なんか声したぞ。オッケー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 。あ、おるやん。おるな、ミラクル忍者で。これで捕まえるか。あ、二段ジャンプが。待って、どうだ。よっしゃー、これが強い。ミラクル忍者は今のが強い。さあ13匹ゲットしました。水曜スペシャル。さあステージクリアですと。さああと1機しかないから、これさあちょっとジャケット買っちゃおうか。あ、デカビスケットもある。ジャケット、はい、これで2機になりました。まあ2機あれば大丈夫でしょう。次、お猿さんと一緒。まあ、お母さんと一緒じゃん、完全に。さあ、12匹捕まる。お、全部で19。ここはやりがいのあるステージだね。はいはいはい。もうなんか、ちびっこに人気の遊園地みたいな、そういう感じ？痛えな。どうだ。はい。意外に捕まらん。オッケー。まずは一匹。そして熱いわ。オッケー。ビスケットいただいて、熱い熱い熱い。熱い。オッケー。そして、回復。まあ、こいつも叩いとくか。まあ、レーダーで、お、こいつじゃなくて、こいつか。ピンキーの。まあ、行っちゃおうか。ミラクル忍者。ミラクル忍者からの、あれ、どこだ。
はい、目にも止まらぬ速さ。オッケー、これで時間も伸ばしていく。回復もする。もう一気にいってしまいますか。時間伸ばして、すぐ猿おるかな。あ、うわー、全く意味ないステージ来ちゃった。ちょっとここじゃなくて、車に乗るステージは別にいいかな。いや、時間伸びない。終わっちゃうか。時間伸ばしたい。 OK。 あ、ちょうどミラクル忍者じゃん。あ、終わる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 、ミラクル忍者が終わる。ミラクル忍者になりたい。隠し財宝、これはミラクル忍者じゃないといけないから。え、おい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 違うじゃん。ちょっと一回ここはじゃあやり直して、そしたらこれないよね、回復あるわ。あ、全然ある。じゃあもう一回リベンジ。じゃあこっからミラクル忍者、ここね。で、ここからこうか。なるほど。で、斜め走ってもう少し。今の何？ちょっと待って。あ、違う違う違う、そういうんじゃない、そういうんじゃない。こう、なんとか降り立っていくと。あー、やられた。くっそ、またか。あ、でもこっからだ、すんごい優しい。マジで、うそ。 OK。 ん、なんか泥棒。 OK、倒す。オッケー。うわ、すんごいゲットできる。なんだこれ。あ、それが隠し財宝ってこと？あ、そういうことね。ん？何これ？何の視点？何の視点これ？これ何の視点や？なんでこんな上からの？やられるやられる。まあ今さら変身もしなくていいか。オッケー。で、あれ、なんか無限に湧いてくる。おー、なんか無限に湧いてくるぞ。痛い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 。あ、来た。あ、で、ここでようやくここ、なんかすごいなんか変わった感じ。あ、そういうことね。上行けるんだ。あ、でもそんだけか。はい。じゃあそこ入って。あ、以上ってことね。はーい。で、猿あと何匹だった？こっち行こうか。ここ
コアサルトのレースと、なんかぶつかっていけばいいんじゃない。とにかく、うわー、操作が難しいな。これ多分何回当たってもやられないと思うから、このまま、え？何それ。今床が落ちたんだけど、そういうこと？めっちゃむずくねそれ。なんか来た。これだ、アクション。お？消防車ね。消防車から登っていくと、猿がいる。わあ、すごい広いな。見破るぞ。はい、見破る。よし、で、これは、ああ、回復ね。ああ、そんだけか。了解。オッケー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 。で、このまま次か。あ、猿がいる。あ、目の前におるわ。リポーターか。オッケー。残り5匹。残り5匹です。じゃあ、このまま、おっと。左進んで。あ、猿？猿！猿！おお。うわー、まあ、ここの猿捕まえるか。まあ、行ってみるか。どうだ？いや、さすがに。よし、捕まえる。そして、あ、また来るね。あれ？下か？あ、来る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 。後ろから来ます。何そっちのルート？全然知らんルート来た。ここ落ちるから嫌なんだよな。ほら、落ちた。逆走すっか。この猿2匹、まあ無視してもいいけどね、正直。捕まえるのがちょっと大変そうなんで。来た。さすがにこれじゃ間に合わんよな。あ、落ちる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 。まあ、だからちょっとこれは別のルートに行きたいね。だからちょっとこれはしっかり、危ない。これ大丈夫？
落ちるんかい。ちょっとここ鬼門だな。うまくいった。よし、でちょっとあの猿2匹は一旦パスで、多分もう一個ぐらいあるよね。これ?これっぽくない?あー、来た来た来た。ちょっと一気はやばい。飛び道具が欲しいな。いや、これ、そしたら。いや、ビスケット欲しかった。遠隔は強いけど。ビスケッツ。オッケー。よし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 。で、これはどういうあれだ?これ?あー、そういうことか。あ、なるほど。こっからボールが転がって。あれ?でも落ちてるな。ん?なんだこれ。ここなんか変えたくない?ここ。ちょっと仕組みがわからんな。まあ、あと上にも行けるはずだから上行ってみよう。この上。で、ジャンプして。痛い。オッケー、捕まえましょう。よし、あと3匹。わあ、いるじゃん、あそこに。届くかな?あれ届かねえか。パチンガーだな。じゃあパチンガー使うわ。え、これ偏差打ちしなかん?当たらんで。おっしゃ、来た。どうだ。何?今度こそ。すごい避ける。オッケー。さあ、あと2匹です。これ何も触れないんだよな。なんかあったっけ?ラジコンか。ラジコンなら入るとかある?あ、これ?
ここにラジコンじゃないか。そういうことだ。取ります。乗ります。進みます。あ、これ面白い。これは面白いわ。で、こうでしょ。で、一旦ここで回避でしょ。で、落ちないように進む。ここまで行く。はい、ここまで行く。さあ、こっからだな。落ちないように。待って。見づらい。よし。で、こう。で、多分それ踏めば。よし。よし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 。で、とりあえず全部ゲットして。で、捕まえる。どうだ。よーし。ラス1。で、多分ここもういないでしょ。なので、ラス1はやっぱ車んとこか？あ、ここもあるな。ここでいいじゃん。あ、4匹もいる。はい、終わり。めちゃくちゃ早く、最後はうまくいきましたね。12匹ゲット。これで？さあ、ボス戦になる？12匹ゲットして。あ、次か。もうじゃあ行っちゃおうか。うん。サルパニック、氷の約束いきます。ピポサル13匹捕まえろと。ちょっとかかりそうかな、これ。お。また映画のワンシーンの撮影か。これは氷は滑るから注意してねってことか。ああ。はいはいはい、了解。了解でーす。ちょっと滑るってことね。はい、まずは一匹。そして、おっと危ない。滑るね。さあ、いきなり映画のワンシーンかな。おー、飛び乗って。ん？捕まる。え？やべ。待って待って。ほい。マジか。よし。浮きっす。からの？覚悟。頑張る。何？よし、オッケー。ふぅ。これでまず3匹。あー、食らっちゃった。うわ、めちゃくちゃ飛ぶな。おー、ついでにゲット。あれ、ビスケットあるかな？ないか。したらば、食らっちゃう。ちょっと待って。飛びトンボ。飛びトンボを持って、距離を稼ぐ。そして、向こうでもいいし、あ、まあ向こうしかないか。ち
ちょっといきなりだいぶダメージ食らったから、なかなか苦しい戦いだぞ。うわー、そしてボートか。了解。これ意外に操作が難しいんだよな。どっちだ？どっちどっち？視点が悪すぎる。これでいいかな。全然操作がうまくいかん。こうしてこれで進むんだよね、本当は。だからくるくる回ってこうだ。で、こうか。からの、もう全然うまくいかん。これ操作難しいんだよな、結構。なんも見えんくなっちゃった。ここでいいや。よし。どうだ？痛い。よし。モッキドン。ちょっと回復欲しいな、でも。危ねえ。0.5 じゃん。逆に進んでくれないんだよな。あ、そうそうそう。そうやって進んでくれればいいんだよ。ビスケットまず欲しい。で、よし、即ゲット。で、HP が 1.5。うわ、ボス戦。来たねー。とはいえ、そんな、そんなに大変じゃないと思うんだよな。ちょっと一回回復欲しい。回復ないか。ちょっと一回回復させて。回復ない？あー、吸い込まれちゃう。これで1食らうか。うわ、あ、0.5。 ないか。よし、じゃあもう行こうか。多分これでいける。これでいっか。あー、もうこれで勝ったな。ほぼ勝ったでしょ、こんな。勝てなかった。ん？じゃああれ、これじゃないのか。ん？あんだけダメージ入れて倒せなかったってことは、また別なんだろうね。あ、これ食らってない。で、上のネジなんじゃないのかな？だからこれ使うんかな？いや、待って、登れない。登れる。
これ叩いても違う。なんだなんだ。こうなったらファンタジーナイトか。いやきつ。やばい。あ、倒した。回復欲しい。ゲッチよりも回復。あー、全開があった。全開が。よし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 。あぶねー、マジで危なかった。ファンタジーナイトだったね。あ、これは別にいけるんだ。パンツ。ああ、うわー、こうこう。あれ、え、いや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 、捕まらんのだけど。これぐらい。叩くか。よし、オッケー。じゃあこのままガーンと進んでいって、全然、なんでそこ当たり判定あんの。オッケー。で、あの猿気づく？よし、届いた。あー、いか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 。滑る滑る。よし、あと2匹。いいとこまで来たね。残り2匹。さあ、クリスマスツリーみたいなのあるな。お、これいそうだな。この下か。ん？え？あ、これ？ピポサルがいない。ってことは？サルいるか、あれ。うわ、上にボタンがあった。あー、上にボタンがありました。あれ撃つんだ。ここだ。せーの。おー、2匹ぐらい出てこい。ん？赤ランプついちゃった。まあいっか。よーし、ラス1だ。多分この中にいないか。あ、いる。あ、いる。ほら、お前だー。へー。いやいやいや、捕まった捕まった。よかったよかった。オッケー。これで多分ボス戦に行っちゃうかな。サルパニック氷の約束、13匹捕まえました。そして、あ、ボス戦じゃない。次回この続きからやります。じゃあ、はい、ということで今回以上です。お疲れ様でした。さよなら。